皆さんこんにちは、工藤ひねきです。今回はですね、工藤おすすめゲーム原作のアニメ作品参戦です。アニメよりゲームが気になるなっていう方、ゲームの方がアニメよりも入りやすいなという方におすすめをしたい、ゲームがとっても面白い作品を3つ選んでまいりましたので、ぜひぜひご紹介したいと思います。というわけで早速ですが、今回のアニメのご紹介に行きましょう。ではまず1作品目は2018年に放送されましたテレビアニメ殺戮の天使です。原作の方なんですけれども、こちらは星屑さん、誠さんっていう方がいらっしゃるんですけれども、その方がねフリーホラーゲームをたくさん制作していらっしゃるんですが、そのうちの一つでございますサイコホラーアドベンチャーゲームというジャンルになります。発売媒体が様々でして、 Windows、パソコン、iPhone、Android 等のスマートフォン、それから Nintendo の Switch さんから発売されるというわけで、こんなにも多くの媒体でプレイすることが可能な作品となっております。ね、こちらのストーリーなんですけれども、ストーリーはですね、主人公のレイチェル・ガードナーちゃんという少女がですね、記憶を失って目を覚ますところから始まります。窓のない地下の、暗いわけではないんですけれども、このぐらいお部屋で目覚めたレイチェルちゃん、彼女はですねビルから脱出を試みることにします。でなんとそのビルはですね、まあ、地下から地上に登っていくんですけれども、そのビルそれぞれのフロアに殺人鬼がいるんですね。そのフロアを担当する殺人鬼がいるというなんとも怖いビルになっておりまして、その中をレイチェルちゃんは進んでいって、まあ仲間と出会ったり、その殺人鬼たちに出される難題を打ち破り、記憶を取り戻していくという内容になります。アニメのストーリーはこの原作のストーリーとかなり忠実に再現されておりまして、ゲームの絵ってやっぱりちょっとね、進んでる、操ってる時、私たちがピコピコ操ってる時はどうしてもねこうやってちっちゃく移動してるので、本当に周り建物内がどうなっているのかっていうのをすごく鮮明に見ることができて、でかつリアリティもあってとても素晴らしい作品でございます。この作品の一番のすごいところはですね、何でもするから目が離せないところでございます。本当に何でもするんですね何でもするというのは、漫画、ゲーム、小説、さらには YouTube 活動とこのメディアミックスのがコラボがすっごく多くて、なんかいろんなところに手を広げて、私たち視聴者側や、まあ、ゲームをプレイしてるねプレイヤー側をすっすごい楽しませようと頑張ってくださっているところなんですね。そもそもこのねアニメが放送されていた時期には、私の大好きなコンパス戦闘摂理解析システムというスマートフォンアプリゲームがございまして、こちらともコラボすることが決まっていたりですね、他にもゲーム内でですねエイプリルフールのイベントとかですごい面白い配信をねしてくださったり、もういろんなことをするわけでございますゲームもね、原作ゲームと違ってレストランをモチーフにしたゲームもやっていたりとか、小説も種類がありますし、漫画に関してもですね、普通に原作のストーリーとそれの過去編とか間のねいろんなお話と、あとミニキャラのギャグ漫画みたいなの出ていたりして、本当に何でもするので、すごい目が離せない楽しい作品となっておりますので、ぜひぜひアニメの方はアニメから、ゲームが好きな方はゲームから入っていただけると嬉しいコンテンツでございます。というわけで1作品目殺戮の天使でした。2作品目の紹介に移ります。2作品目ですが、2作品目はですね2019年に放送されましたテレビアニメグリムノーツザアニメーションでございます。こちらの作品はですね、スクエアエニックスさん、私の大好きなスクエニさんから配信されているゲームなんですけれども、ストーリーはですね、グリムノーツの世界では人々はですね、生まれた時に一冊の本が与えられます。この一冊の本、運命の書というものは物語が書かれておりまして、そのね与えられた人たちは運命の書の通り、脚本通りに生きる宿命を背負っているのですが、主人公のエクスはですね、なんと空っぽの脚本、空白の書っていうね、何も書かれてない空っぽの真っ白な本を持って生まれきたんですね。エクスはですね、同じ空白の書を持つ仲間、レイナとタオとシェインと、この3人と共
共に自分の役割っていうのを見つけるたびに出るでございます。あらすじのない彼らだけの物語がアニメでは分かりやすくとても綺麗に描かれております。こちらの作品原作がですね、先ほども言いましたがスクエアエニックスさんから配信されているスマートフォン向けの RPG でございます。物語をモチーフにしたファンタジー作品でして、すごい配信されてから結構経ちまして、2018年にメジャーアップデート、新しいバージョンにアップデートされまして、で悲しいことに2020年今年の6月17日をもちましてサービスが終了してしまいました。なんですけれども、ただね、無料のオフライン版でですね、キャラクターとストーリーが閲覧可能でございます。見れますのでぜひ触れていただきたいんですけれども、なんといっても作品のストーリーの雰囲気に作画がぴったりなんでございます。アニメはアニメですごくシンプルな作画で見やすくて、でゲームはゲームで書き込みの多くてすごく綺麗で、なんかスチームパンクではないんですけれども、そんなちょっと懐かしい雰囲気を醸し出しておりますので、ぜひどっちも味わっていただきたい作品でございます。というわけで2作品目、テレビアニメグリムノーツザアニメーションでした。最後ですが3作品目はですね、2016年から放送されましたテレビアニメフェイトグランドオーダーです。有名なフェイトシリーズのゲーム版でございます。こちらですね、原作は日本では2015年に配信が開始されましたスマートフォン向けアプリゲーム RPG のフェイトグランドオーダーでございます。このね、原作のフェイトグランドオーダーというゲームアプリはですね、テレビアニメの、フェイトステイナイトアンリミテッドブレイトワークスっていう作品を放送するにあたって、新しく何かゲームができないかっていうことを、アニプレックスさんからのね提案がきっかけで作られた作品だそうです。このねフェイトグランドオーダーという普通の今まで出されていたゲームのストーリーとはまたね異なったフェイトの設定を生かしてまた別のお話っていう感じなんですけれども、こちらのアニメなんですけれども、ゲーム内での、イベントのグダグダ系みたいなのの短編集とかを、あとコラボ短編集みたいなのございまして、いろいろ含めると6作品ほどあるんですけれども、今後ですね、なんと、2020年今年からですね劇場版作品予定されております。ストーリーはですね、主人公の藤丸律香くんっていう、アニメの方では男の子なんですけれども、藤丸くんという子はですね、人類のため英霊、サーヴァントという英雄が死後に祭り上げられて精霊化した存在と共に戦っていくでございます。一番最初のアニメ作品が2016年の大晦日のスペシャル番組内で1作品目、フェイトグランドオーダーファーストオーダーというのが放送されました。こちらはですね、ゲームの序章でございまして、彼が戦うきっかけ、なぜ藤丸くんだったのかっていう物語、人類の危機が訪れる最初の章でございます。それから飛びましてですね、大きな作品としては2019年に放送されましたテレビアニメフェイトグランドオーダー絶対魔獣戦線バビロニアというね、ゲームでは一部の7章なんですけれども、こちらが放送されました。このね、2つ以外はコラボだったりとか短編だったりとかして、あまり本編と関係ないわけではないんですけれども、また別のものになってしまうんですけれども、大きくゲームの本筋っていうのを作品にしたのがこの2つでございます。このねフェイトグランドオーダーのアニメの良いところはですね、どこからでも入れる、2種類しか大きくはないんですけれども、最初のねフェイトグランドオーダーファーストオーダーを見ていなかったとしても、最近放送されました絶対魔獣前線バビロニアが楽しく見ることができるんですね。でここからねゲームをプレイしていただけたらすごく嬉しいですし、なんといってもですね、 CM とかフェイトよく流れていると思うんですけれども、それを見る限り本当分かっていただけると思うんですが、すごく綺麗に迫力を残したままぬる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 、もう滑らかに動くんですね絵が。制作チームがねすごい方々なので、そりゃーってくらい。ストーリーも本当によくってですね、これからゲームでの一部の6章が放映されますので、2つに分けて放送されます。ぜひ6章ね、円卓の騎士のお話でございます。この映画を機にね、映画の前にちょこっとゲームを始めるに至らなくても良いです。ちょこっと予習として見ていただけると嬉しいです。ゲームが好きな方
ぜひまだプレイしていなければフェイトグランドオーダー今からでも本当に遅くありません。長く続いているのでね、もうストーリーとかもう全然先まであるんですけれども、逆にですよ、逆に配信を待たずしてこんだけ一気にストーリーが読めるっていう利点もございます。ぜひ始めてみてください。以上、3作品目フェイトグランドオーダーでした。いかがだったでしょうか。3作品ご紹介が終わりました。どれもね、最近放送されたものですごく話題にもなったので、皆さん聞いたことあるなって思う方も多いかと思うんですが、本当にどれも良い作品でして、特にね、2作品目のグリムノーツなんて見てくださってるあなたが AOP が好きでしたら、あーって思われるかと思うんですけれども、そう、グリムノーツのね、1周年記念のタイアップとして Dear Horizon っていう曲を歌わせていただいているんですね、 AOP がそんな関係もありまして、でゲームが好きっていうのもありまして、すごい思い入れのある作品で、本当にサービス終了が悲しくて悲しくて仕方がないんですけれども、最後の最後に今までありがとうグリムノーツっていうハッシュタグがですね、日本でトレンド入りしまして、もうそれだけでなんだか感動してきちゃうような感じなんですけれども、もうそのくらい良いゲーム性とストーリーだったので、ぜひね、もうすでにプレイはできないんですけれども、キャラクターだけでも見ていただけると嬉しいです。皆さんはゲームお好きでしょうか。これからもね、自分の好きなゲームがアニメ化されると嬉しいので、どん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 アニメ化していただけることを工藤も望んでおります。というわけで、以上、工藤おすすめゲーム原作のアニメ参戦でした。動画良かったなと思う方は高評価よろしければチャンネル登録もお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。おつひな。